今夜も彼女が願い胸に星に手を伸ばす。親に捨てられた僕らは海の見える都心で育った。養ってくれたのは年老いた修道女。とても優しい彼女はいつもニコニコ笑ってた。貧しい暮らしの中でも僕らは皆幸せだった。野外に行くぜ、本に目覚める日が近づいた。彼女の枕元で僕らはこう言った。立派にここまで育ててくれた。あなたに恩返しがしたい。どんな無茶でも構わない。何か願いはないですか。彼女はニコニコ微笑み、こんな風に答えてきた。私はずっと待っている、手紙の返事を待っている。終わりを告げる教会の鐘、シワだらけの彼女の手に一枚の用紙を渡した。